Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were both. はい、皆さんこんにちは、柴時計です。今回ですね、バレンタインが近いということで、時計好き必見の時計館の方を紹介していきたいと思います。こちらはですね、モロゾフから出ておりますレオンアンバサダーというものになりまして、毎年ですね、時計館の方がですね、出ております。これまでですね、2年間、毎年実は YouTube の方で紹介をさせていただいているんですけども、毎年ですね、変わったデザインとなっておりまして、まあ、時計好きとしてはですね、非常にこう心揺さぶられるようなデザインとなっておりますので、今年も奥さんにですね、おねだりして購入してもらいまして、そして、手元にあるっていう状態になります。まあ、時計好きの方であればですね、この時計館、時計のデザインを楽しめますし、まあ、チョコレートがお好きな方であれば美味しいチョコレートも食べられるっていう、まさに一石二鳥のチョコレートになっておりますので、紹介をしていきたいと思います。はい、まあ、例年通りですね、この紙袋に入っておりまして、こちらですね、今年の2023年のデザインとなっておりますので、早速中身を見ていきたいと思います。はい、では早速ですね、中身の方を見ていきたいと思います。はい、2023年のデザインはスケルトンをですね、イメージしたものになっております。外周の方がですね、すべて、ローマ数字となっていて、非常にこうクラシックな印象になっておりますね。で、スケルトンの時計をイメージしておりますので、こう中身のこう機械が見えているようなイメージで、さらにはこの凹凸があってですね、非常にこうデザインとしても立体的で、見る角度によっても楽しめるようなものになっております。はい、毎年すごいこうクラシカルなですね、印象で、で非常にこう時計好きがうなるようなデザインとなっておりまして、非常に面白い時計感かなと思います。はい、まあ、外装に関してはですね、本当にこう、あ、なるほどっていう感じでこう見てですね、楽しんで、まあ、それまでの話ではあるんですけども、まあ、これをですね、こういろいろ揃えてですね、毎年違ったデザインを楽しむっていうのがこの時計館の良さでありますので、まあ、時計館のこのデザインに関してはもう本当これ以上語ることは特にはないんですけども、はい、まあ、せっかくのチョコレートですので、中身をですね、見ていきたいと思います。結構ですね、人気が高いみたいで、例年売り切れになることが多いみたいで、まあ、バレンタイン直前じゃなくても、私も1月の下旬あたりにですね、近くのイオンでこちら購入してもらったので、まあ、早めにこう行けば売ってたりもすると思うので、いろいろ探すってのも一つかと思います。名古屋とかだと、ね、有名な百貨店でやってるアムールでショコラとかいうやつがあって、なんか世界じゃない、いろんなところからこう有名なチョコレートのお店が来るみたいで、それもね、一回行ってみたいんですけども、なかなかこうすごい人が行って、なかなか欲しいものが買えなかったりとかするみたいなのでね、ちょっと億劫なの、人混みが苦手なので億劫なんですけども。で、私はこの時計館がすごくこう好きで、毎年購入してもらってるんですけども、なんか本当時計の形をしたチョコレートもあるみたいで、ネットで調べたら1本ですけどね、時計のそのチョコレート1本がなんか 4,5,000円ぐらいするみたいな感じで、非常に高いのもあってですね、デザイン的には面白いですし、時計好き YouTuber としてはそういうのを紹介すべきだとは思うんですけども、まあ庶民である私が手の届くチョコレートってこういうものかなと思うので、まあそういう時計型のチョコレートもちょっと機会があれば今後紹介していきたいかなと思います。はい、では早速ですね、中身を見ていきたいと思います。オープン。はい、このような感じになっております。こちらの中身はまあ例年と似た感じとなっていますね。もうこの開けたこの感じでもすごくこうチョコレートのいい香りがしてくるのが本当毎年楽しみでもあるんですけども、はい、中身はですね、このようになってますね。アンバサダーということで、はい、8種類のチョコレートが入っていて、ほんといろんなこう香り味を楽しめますので、まあいただいたプレゼントですけども、一人で食べるのは申し訳ないので、まあ例年通りですね、奥さんと一緒に
食べていこうかなと思います。はい、味のあのレビューとかはそのできないのであえて省いているんですけども、本当全部美味しいですそんだけです本当に本当にこう冗談抜きで口の中でこうふわーっと広がるチョコレートの香りとか、本当にこう幸福感に包まれるような美味しい一口サイズのチョコレートが入っておりますので、まあ、本当にこう時計チョコレートが好きな方、またはこう時計が好きな方にはですね、もってこい この時計感だと思いますので、ぜひですね今年もチェックしていただいて、気に入ったら、近くのお店で探していただいたらと思います。ネットの方でもですねオンラインで販売しているみたいなんですけども、結構早い段階でこう売り切れてしまったりもするので、なるべくですね早めに探していただいた方が良いかなと思います。はい、というわけでですね今回は以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では失礼いたします。